部は内部まで侵入し、周囲には順位の包囲。備品を持ち出しての脱出は困難かと。例の漂白者の件、よくやってくれた。研究に使わずとも人質として十分使える。これからどうしますか？やむを得ん。隠し部屋の座標を教える。あいつを連れてきてくれ。しかし、あの漂白者、腕だけは確かなようです。むやみに連れ回すと逃げられる恐れが。安心しろ。奴に盗聴器と追跡装置を仕込んだ。ここは私の縄張り。逃げることなどできまい。とにかく連れてこい。話はそれからだ。聞いた？ここは私たちの縄張り。変な気は起こせないで。心配してくれるの？大丈夫。そう簡単にはここまで来られない。ところで、あれはあんたが呼んだ援軍？暗号化された通信機でも使わないと呼べないはずよね。さあ、それをよこして。私に隠し事は通用しないわ。愚かね。まだ断る権利があるとでも思っているの？あんたは大事な実験品。何か問題があれば私が恥をかく。わかった？遠視に盗聴器を仕込まれた。もしここで疑われたら全てが無駄になる。これからは彼に気づかれないよう人形に筆談させる。よろしい。おとなしく従ってくれるのなら、こちらも穏便に済ませられる。あんたが知る必要はない。黙って歩きなさい。ここは人形を作る工場。仕掛けや演習の部下が多い危険な場所。そう焦らないで。すぐ分かることよ。演習はフラクトシデスと組んでいた。素材を用意するのが奴ら、人形を作るのが演習。しかし証拠がない。だからあんたに協力してもらった。そろそろ時間か。おしゃべりはここまでよ。とっとと歩きなさい。気を見て手錠を外す。それまで不審な素振りは見せないで。いい？